2022年の7月、トンボを探すだけで日給10万円という怪しさ満点のスレを立てた一致は、とある集落へと向かうことになります。しかしその集落にはおぞましい恐怖が待ち受けているのでした。まず最初に、俺や俺などと偉そうに現れたアルバイター吉田こと一致は、明日の月曜日から変わったバイトをすることになったからまた実況するで、とスレミンたちに宣言しました。すると、なんだかんだ言いながらもすぐに集結したスレミンたちは、イッチの立てたスレのタイトルがトンボ探すだけで日給10万円だったことから、そんな仕事あってたまるか、や天狗に磨きがかかってんじゃねえかデブなどと辛辣な言葉で出迎えます。しかし、イッチは、そんな仕事が実際あったんだよ、と草を生やして調子をこきながら、そのバイト内容について語り始めました。そして、イッチ曰く、今回のバイトは、チョウトンボという貴重なトンボの生態調査をするバイトだそうで、チョウトンボを見つけたら写真を撮って、その発見場所を知らせるという、誰にでもできそうなバイトとのこと。そんなイッチの説明を聞いたスレミンたちは、チョウトンボなんてうちの近所にはたくさんいる、いや、そんな仕事内容で10万はおかしい、と言って、イッチがまた騙されているのではないか、と騒ぎ始めました。ところがイッチはそんなスレミンたちに対し、このバイトは山奥の集落まで行くから、携帯こそ繋がるものの、コンビニもスキヤもマクドナルドもない、と言って、まるでそれらが存在しないことが日給10万円の理由とでも言いたげに、そのずれた感覚を披露します。するとスレミンたちは、たったそれだけの不便で10万はおかしい、とイッチに突っ込み始め、中にはイッチの発言に対し、お前がデブな理由がそこかしこに溢れてるな、と言い出す。誰にでもわかることを名探偵風に語る検定準2級2期も現れるのでした。しかしイッチはそんなスレミンたちの意見など聞いてもいない様子で、明日から出かけるという集落について話し始めます。そこは福島県の中上村という場所にある限界集落だそうで、その集落を拠点としてイッチは3泊4日で昆虫調査を行うのだとか。そんなイッチの話を聞いたあるスレミンが、一人で調査するのか、とイッチに対して質問を投げました。その質問を受けたイッチは、依頼主は学者団なんだけど、なんだか自分たちは集落に行かないって言ってた、と言って、このバイトをイッチが一人でやり遂げなければならないことを告げます。その話を聞いたあるスレミンが、やはり何か問題があるから、学者たちは行きたがらないんじゃないか、と言って、そこに日給10万円の秘密があるはずだ、と言い出しました。そして他のスレミンたちも、今回はかなりやばい匂いがする、と言って、イッチに警告します。しかし、人の話を聞かないでおなじみのイッチは、依頼主から服や帽子が支給されたんだ、などと、どうでもいい報告を始めました。さらにイッチは、その服装が探検家のようでかっこいいのだと、テンション高めで自慢し始める始末。そんなイッチにスレミンたちは呆れつつも、イッチがデブでロン毛なことをこれまでのスレで察しているので、お前に合うサイズがよくあったな、いや、変な趣味のおばさんみたいになってそう、と言って、イッチのテンションを爆下げしようとします。それでもイッチは、明日は早いからそろそろ寝るわ、と言って、大して気にした様子もなくスレを去っていきました。またスレミンたちもイッチの実況を楽しみにしている様子で、スレ内は早めの眠りにつくスレミンたちの挨拶が飛び交い、翌日を迎えます。そして早朝のスレに現れたイッチは、スレミンたちに8時過ぎの特急で新大阪まで向かい、その後は新幹線で福島まで移動することを伝えました。さらにイッチは
福島駅から集落まではバスで向かうので、到着するのは16時頃になる、とスレミンたちに告げるのでした。するとスレミンたちは、早朝という慣れない環境の中で、さらにまだ待たされることを知ってご立腹の様子。またスレナイからは、なんでもっと早くに出発しないんだ、との意見や、16時到着で依頼主は許してくれるのか、という疑問も出始めます。すると、イッチは、スレミンたちの質問に、今日中なら何時でも OK らしい、と言って、この依頼がゆるゆる案件であることを明かしました。しかし、大半のスレミンは、イッチの移動にまで付き合う気はないらしく、まだ8時間以上あるじゃねえか、と言って、スレを去って行ってしまいます。ところが、そんなスレの雰囲気の中で、あるスレミンが、吉田が8時に出発時刻を選んだ理由はあれだよな、とイッチに話しかけました。するとイッチも、ああ、あれだ、と答え。なんと、8時から売り出される駅弁のために出発時刻を調整していたことを明かします。そんなイッチとスレミンによる話を聞いていたあるスレミンは、そんなもの途中で買えよ、と言って、駅弁にそこまで関心がない模様。しかし、イッチは、バカだな、うまいチャリコの寿司はここでしか買えない、などと言って、今回のバイトの楽しみの一つが、この駅弁であることを熱く語り始めました。ところが、イッチの言う、チャリコの正体がわからないスレミンたちから、チャリコって何ぞや、自転車か、との質問が飛びます。そんなスレミンたちの質問を受けたイッチは、チャリコっていうのは小型のマダイだ、とドヤ顔で説明しました。なんでもイッチが出発する駅に売られている古代スズメ寿司はイッチの大好物なのだとか、またイッチはその好物の駅弁を4つも購入したことを明かすと、福島までなんとか4つで乗り切る、という別次元のデブトークをかますのでした。しかしここで、イッチに盛大なツッコミが入るかと思われたスレでは、思いのほか駅弁トークが盛り上がり、イッチが特急に乗り込んだ後も、スレミンたちはしばらく駅弁トークに花を咲かせます。さらにスレミンたちの話題は、新幹線の車内販売へと移り、すでに4つも弁当を買い込んでいるイッチに対して、新たな弁当を買わせようとするスレミンまで現れました。また、東京駅から山彦に乗り換えたら、もう車内販売で弁当は売っていない、と、弁当4つ持ちデブに対して、いらぬ警告までする始末。こうして、スレ内では、いつものように不毛の時間が過ぎていき、気がつけば、イッチは福島駅に到着していました。そして、イッチは、集落に着いたらまた実況すると言い残し、一旦スレを離れていきます。その後、イッチが留守中のスレでは、早くも帰りの駅弁を検討する会が開かれ、またしても白熱した駅弁談義が繰り広げられるのでした。その後、しばらくすると、イッチがスレに現れ、一枚の画像をアップしながら、集落の入り口に到着したことを報告します。そして、早速、集落の様子を見たイッチは、なんもねえ、と思ったそうで、これは参ったな、と、何やら困った様子。すると、スレミンたちは、イッチのアップした画像を見ながら、限界集落なんて、だいたいこんなもんだろう、と言って、そもそも、イッチの見積もりが甘いことを指摘しました。そして、イッチも、自身の甘さを呪いつつ、これじゃあ宿泊施設なんてありそうもない、と、その不安を吐き出します。というのも、イッチはこの集落を拠点にして、チョウトンボを調査するように依頼主から指示されているので、そんな要求をしてくるくらいなら、宿泊施設くらいはあるものだと思っていたとのこと。そして、イッチ自身も、この集落で何とか宿泊先を探して調査したいのだそうです。そんなイッチの言葉を聞いたスレミンたちは、なんでその集落で寝泊まりしなきゃならないんだ、と言って、イッチが請け負ったバイトに対して、
またも疑惑の目を向けます。しかしイッチはスレミンたちの疑惑を否定すると、今回のバイトは宿泊代も交通費も出ないんだと告げ、単にイッチが費用をケチってるだけということを明かしました。なんでも一旦福島駅近辺まで戻れば宿泊施設はあるものの、戻るための交通費や宿泊代を抑えたいイッチは、この集落に流行りの古民家風で安い民宿でもあれば予算を抑えられると考えていた模様。するとそんなイッチに対し、スレミンたちは駅弁代節約しろよと怒声論を浴びせるのでした。こうしてイッチはスレミンたちに罵られますが、その言葉を華麗にスルーして、とりあえず集落の皆さんに挨拶に行くかと言ってスレを後にします。ところがそれからほんの30分後にスレに現れたイッチが、なんか知らんけどすげえ歓迎されたと興奮気味に語り、心配していた宿泊先についても集落の人たちが用意してくれたと報告したのです。するとあるスレミンが、おそらく外部からの人間なんて久しぶりなんだろうと言って、イッチが歓迎された理由を推測しました。しかしデブでロン毛のおっさんが歓迎されたことを受け入れられないスレミンからは、絶対に何かの罠だ、いや食べ応えのあるデブが来たって思われてるに違いないと言って、集落の皆さんを不特異人種扱いする始末。そんなスレミンたちに対しイッチは、集落の皆さんはそんなんじゃないと否定すると、ここで突然村人たちがイッチを見た途端に、なぜか三日神様という謎の呼び方をしてきたと報告します。そして三日神様の意味はわからないものの、なぜだか皆がイッチを見た途端に三日神様と呼び始めて、集落全体が歓迎ムードになったことを付け加えました。さらにこの集落では貴重な若者である高人という村人が世話役としてイッチが集落にいる間のサポートをすることになり、なんとイッチは高人の家に寝泊まりさせてもらえることまで決まったのだとか。するとスレミンたちは、三日神様ってなんだよと言って、やはり集落の様子がおかしいことを怖がり始めます。中には歓迎して油断させたところをガブリだぜと言って、どうしても集落の皆さんを人食い人種にしたいカニバリズム強制2期まで登場しました。そしてその後スレミンたちはご自慢の能力を生かして三日神様について調べますが、どこにもその情報は見つかりません。するとここで一人のスレミンが三日神という単語に注目し、水鏡のことではないかと投稿します。なんでも水鏡は三日神とも言われるそうで、もともとは水鏡だったものが音韻脱落して三日神となったのだとか。ちなみに音韻脱落とは、裸と足が裸足ではなく裸足になるように、言葉を合成した時にもともとあった音がなくなる現象のことです。さらにこのスレミンは三日神について触れられているサイトのリンクをすでに貼ります。そしてそのサイトによれば、三日神には水がありのままに物の姿を映すことから、物事をよく観察して本当の姿を見抜き人の模範となることという意味があるとのこと。するとサイトを見た他のスレミンたちは、だとしてもイッチを三日神様と呼ぶ意味がわからないと言って頭を悩ませている様子。そんな悩めるスレミンたちが大半を占め始めた頃に、イッチが、なんで三日神様って呼ばれていたか後で高人に聞いてみるとスレミンたちに約束して、一旦スレを離れました。こうしてイッチがいなくなったスレ内では、三日神と聞いて某有名 RPG に登場する三日神の盾を連想したスレミンが現れます。そしてその話を思い出した他の大勢のスレミンたちは、
三鏡は水鏡のことで間違いなさそうだなと納得した模様。ところがここであるスレミンが、水鏡は水鏡と読むことはあっても三鏡とは読まないと言い出しました。なんでもこのスレミンによれば真偽は定かではないものの、三鏡の盾についてはまさにスレ内で話題に上がっている某有名 RPG の第一作目で、アイテム名が7文字しか表示できなかったためにできた造語なのだそうです。こうなるとスレミンたちはますますイッチが三鏡様と呼ばれる理由がわからなくなってきました。そしてスレ内では三鏡様についての考察会が開かれますが、一向に答えにたどり着く様子はありません。するとそんな停滞ムードのスレに、なんで俺が三鏡様って呼ばれるのか高人に聞いてきたと言って、イッチが帰還しました。そんなイッチを見たスレミンたちは、自分たちが考えてもわからなかった答えを求めて早速イッチに詰め寄ります。ところがイッチの持ってきた答えは、集落の外部から来た人間を三鏡様って呼んで精一杯もてなすのが風習なんだってという、これじゃない感強めのものでした。するとスレミンたちはその答えを聞いて、それじゃわかんねえだろが、いや、なんで三鏡って言葉を使うのか語源を聞いてこいと言ってイッチを責め立てます。しかしイッチ曰く、高人も語源は知らないのだそうで、高人の口からは昔からそう呼ばれているとしか聞けなかったとのこと。またこの集落では外部の人間をもてなすといっても例外はあるようで、そのすべてが歓迎されるわけではないそうです。というのも、最近集落の近辺でメガソーラー計画を進めていた業者の調査団が来た時には、計画に反対している村人たちと一触即発の状況になったこともあったのだとか。こうして結局三鏡様についての答えは出ないまま、スレ内ではドラクエが一番最初なんて証拠はないという意見が出始め、理不尽にも先ほどのドラクエ2期が地祭りに挙げられます。するとここでイッチが、三鏡様なんてもうどうでもいいよと言って、スレ内の険悪な雰囲気をぶった切りました。なんでもイッチは集落の皆さんから盛大な歓迎会をしてもらったらしく、すっかりこの集落が気に入ってしまった模様。中でもイッチは集落あるあるをフリップ芸で披露してくれたハヤトが気に入ったらしく、今夜は高人の家にハヤトも呼んで飲み明かす予定なのだそうです。そんなイッチの浮かれ具合を聞いたスレミンたちは、ちゃんと仕事しろよと突っ込みますが、イッチはでも一つ変わったことがあったんだと不穏な空気を漂わせます。なんでもイッチが言うには、歓迎会の最後の方で村人たちから三鏡様のありがたいお言葉を頂戴したいとせがまれたのだそうです。そして何を話したらいいか困ったイッチが高人に助けを求めると、高人は、皆は近い将来この集落がなくなるんじゃないかと恐れてるから、外部の人間から見て集落のためになりそうなことを言えばいいとアドバイスをされたのだとか。そんな高人の助言を受けたイッチは、マクドもスキヤもなくていい集落だものと言って適当に乗り切った模様。ところがそんなイッチの雑すぎる密を構文を聞いた村人たちの反応は予想外に良かったそうで、イッチは集落の全員から感謝されたと言います。しかし当のイッチはなんか不気味な雰囲気だったと言って、その場にいた全員によるスタンディングオベーションは何かの宗教みたいだったと告げるのでした。するとあるスレミンがイッチに対し、考えすぎだと言うと、他のスレミンも、うちの田舎でもみんなが集まって悪ノリが始まればそんな感じだと付け足します。そんなスレミンたちの言葉を聞いたイッチは安心した様子で、じゃあこれから飲み会だからと
と言ってスレを離れていきました。こうしてイッチの集落生活1日目は終わっていき、翌日の朝に安定の二日酔いで登場したイッチは、これから隆人と近くの沼に行って超トンボを探してくると宣言します。するとスレミンたちは二日酔いだというイッチに対し、沼に落ちるなよと言って心配するふりをしながらフラグを立てるのでした。ところが1時間ほど経過してスレに現れたイッチは、お前らが変なこと言うから隆人が怖い話し始めたじゃんかと何やら不穏な様子で語り始めます。なんでもイッチは沼に向かっている道中の崖に花や飲み物がお供えされているのを見つけたので、誰か亡くなったのかと隆人に聞いてみたのだとか。すると隆人は、昨日話した調査団の一人がそこから崖下の沼に落ちて亡くなったとの衝撃発言をします。そんなイッチの話を聞いていたあるスレミンが、集落の人間と調査団は仲が悪かったんだよなと言うと、さらに他のスレミンが、もしかして集落の誰かが調査団を突き落としたんじゃないかと続けました。しかしイッチはそんなスレミンたちの憶測を否定し、確かに最初は集落の人間に疑いの目は向いたらしいが、その後警察の調べで単なる事故だと分かったらしいと言って、隆人から聞いた話をスレミンたちに共有します。さらにその事故が起きてから集落の近辺で調査団を見かけることもなくなったそうで、隆人は我々に殺されるとでも思ってるんですかねと言って笑っていたのだとか。ところがイッチに否定されてもなお、スレミンたちは集落の住人を疑っている様子で、調査団に対する警告の意味があったんじゃないだろうかと勝手な推測を始めます。するとイッチは、集落の人たちはお前らが思ってるような人間じゃないと言って、珍しく他人に肩入れすると、じゃあいよいよ目的の沼に着いたからまた後でなと言ってスレを離れました。そしてイッチ不在のスレでは、これは土地勘のある人間の犯行だの、その後調査団が来なくなって得したのは誰かなだのと言いながら、いつもの人間不信こじらすニキたちによる考察が行われて時間だけが過ぎていきます。しかしその数時間後、イッチがちょっとこれから福島駅まで行ってくると言ってスレに帰還しました。そんなイッチに対し、なんであれだけ交通費ケチってたくせに今更戻るんだよとスレミンたちから疑問の声が上がります。するとイッチは、実は超トンボを見つけたんだと言ってその後の経緯を語り始めました。なんでもイッチは隆人といった沼で今回のミッションである超トンボを意外と簡単に見つけて写真に収めたようで、依頼主である学者団に写真と発見場所を送ったところ、詳しい話を聞きたいと言われて福島駅で落ち合うことになったのだそうです。そしてイッチのその話を聞いたスレミンたちは、もうミッションコンプリートかよと残念そうな様子。またイッチも案外簡単だったななどと言って、スレミンたちに夜には戻ることを約束して出発してしまいます。こうしてイッチの集落生活は早くも2日目で目的を達成しまったかに思われ、スレ内では特に何も起こらなかった今回のスレについてただの悪口が飛び交うのでした。ところが夕方を過ぎた頃に戻ったイッチは、何やら出かける前とは違った雰囲気で現れます。そのただならぬ気配に気がついたスレミンたちは、何があったのかとイッチに尋ねました。するとイッチは、いろいろと話が変わってきたから順を追って話すと言って少し落ち込んだ様子を見せます。そんなイッチの様子を見て、これまで何度もイッチのスレに付き合ってきたスレミンたちは、
柄にもなく弱っているイッチを見て心配するかと思いきや、飯馬が止まらない模様。ところがそんなスレミンたちの言葉が目に入らないのか、その後イッチは学者たちと会った時のやりとりを投稿します。まずイッチは福島駅で学者団と会ってすぐに聞かれたことを報告しました。それは大方の予想を裏切り、超トンボの話などではなく、なんとイッチが集落でどのように生活しているのかということだったのです。そんな学者たちの話を疑問に思いながらも、イッチは自分が集落で御鏡様と呼ばれていることや、村人たちから大歓迎されていることを学者たちに伝えたのだとか。すると学者たちは何やら目くばせをした後に、なんと、実は私たちは学者ではなくメガソーラー計画の調査員です、とイッチに告げたのです。そして驚いているイッチに対し、調査員たちは自分たちのメガソーラー計画が集落に与える影響を調べる必要があり、そのため集落に調査に向かったものの、住人たちの反対や妨害を受けて計画が頓挫している旨を明かします。なんでもその調査員曰く、計画が1日遅れるだけでそれなりに赤字が出るらしく、そのことで企業側は頭を悩ませているのだそうです。するとイッチのここまでの話を聞いていたスレミンたちは驚きながらも、それで学者たちは集落に近寄りたがらなかったのかと言って、イッチが一人で集落に行くことになった理由に納得がいった様子。また他のスレミンは、なんでわざわざ超トンボを探してほしいなんて嘘をついたんだと、ほとんどのスレミンが思っているであろう疑問を口にします。そんなスレミンたちにイッチは続きを聞いてほしいと言って、さらに衝撃的なその後のエピソードを語り始めました。まずイッチは御鏡様について調査員から新たな情報を得たと言います。なんでも調査員たちは御鏡様について集落の調査をしている初期の段階で知ったそうです。そして調査員たちが語った御鏡様の正体とは、なんと亡くなったものが蘇った姿なのだそうで、蘇った御鏡様は数日の間集落を繁栄させるために予言をするという言い伝えがあるとのこと。ここまで聞いたイッチは、集落で迎えた初日の歓迎会で村人たちから御鏡様のありがたいお言葉を頂戴したいと半ば強引に頼まれたことを思い出します。そしてあれが予言として扱われたのかもしれないと言って、あの恥ずかしい三つ子分がまさかの予言に進化していた事実を悟りました。またイッチはあの時の村人たちの歓声やスタンディングオベーションを思い出し、宗教っぽいって言ったのはあながち間違いじゃなかったと言って、おそらくあながちという言葉を使いたかっただけの陳腐な感想を漏らします。しかしここまで調査員たちの話を聞いても、なぜイッチが御鏡様と呼ばれるのかについては明らかになりません。そして当然スレミンたちからは、なんでお前が生き返ったことになるんだという質問が次々に投げられました。するとイッチはここからが本題だと言って続きを語り始めます。その答えはどうやら崖から落ちて亡くなったという例の調査員に関係しているようです。なんでも調査員たちが言うには、亡くなった隊員に似ている人物を探すために嘘の人材募集をしたのだそうで、イッチはそのお眼鏡にかなった容姿をしている数少ないエリートだったのだとか。つまり調査員たちは集落に伝わる御鏡様の言い伝えを利用して事故で亡くなった調査員そっくりの人材を探し出し、人為的に御鏡様を作り出したのでした。そしてここまでイッチの話を聞いていたスレミンたちからは、なるほど、最初に服や帽子が支給されたのもそのためかと言って、イッチが喜んで着ていた探検家のような服は亡くなった調査員のものだったことを悟ります。また他のスレミンが、
吉田に似てる調査員ってデブでロン毛でハゲってことだよな、というと、スレミンたちはそんな SSR 級のレアキャラを探すのはさぞ大変だったろう、と言って勝手に調査団の苦労を想像して同情し始めました。するとイッチが、俺は多少ぽっちゃりでロン毛だけど断じてハゲではない、とスレミンたちの推測を一部否定します。またイッチは調査員たちに亡くなった人物の写真を見せてもらったそうですが、イッチ曰く、よくこんな姿で恥ずかしくないなってくらいのデブだった、とのこと。そしてイッチは、ああなったら人間終わりだよ、崖から落ちたってのも納得がいく、などと言って、すでに亡くなっている人間の悪口を言い始めました。これには当然スレミンたちから黙れデブの大合唱が始まります。ところがここで一人のスレミンが、そんな馬鹿げた言い伝えを集落の人間は本当に信じているのか、と言って三日神様伝説に疑問を投げかけました。さらに他のスレミンたちからも、いくら田舎とはいえ携帯の電波も入るような集落で未だにそんなことが信じられているはずがない、との意見が出始めます。しかしイッチは、初日の歓迎会がなんか宗教っぽかったって言ったろ、と言うと、続けて三日神様の言い伝えが一種の洗脳のような形で集落には広がっていて、おそらくみんな子供の頃から聞かされているから何の疑問もなく信じてるんだ、と説明するのでした。すると一人のスレミンが、カルト教団とかに洗脳されて犯罪を犯す奴がいるくらいだから何も不思議じゃない、と言ってイッチの意見に同意しました。またここで他のスレミンが、なんで集落のみんなやタカヒトは三日神様について詳しく教えてくれなかったんだろう、と疑問を口にします。その質問を受けたイッチは、言い伝えでは三日神様は自分が蘇ったことに気がつかないんだって、と答えます。なんでも三日神様は自分が一度死んだことに気がついていないらしく、もしそれを思い出してしまうと一転して村に災いをもたらす存在になってしまうのだそうです。するとこの話を聞いたあるスレミンが、なんだか最初から集落に恨みがある人間の慣れの果てみたいな話だな、と感想を漏らしました。さらに他のスレミンは、集落の言い伝えなんてだいたい自分たちの都合がいいようにつけられてるから意外と根が深い事情があるのかもな、と分かった風な口を聞きます。こうして三日神様についての情報が徐々に増えていき、スレナイの関心事はいよいよ調査員たちにとってなぜ三日神様が必要だったのかということに移っていきました。しかしこれについても一致が、最後に調査員たちに頼まれ事をしたと言って語り始めます。どうやら調査員たちは一致に、三日神様として村人たちを説得してほしいと言ってきたそうです。そしてその要求はメガソーラー計画の受け入れか集落からの退去だったそうで、スレナイでは企業側の勝手で強引なやり口に対して悪口がやみません。またあるスレミンはイッチに対し、それでお前はなんて答えたんだよ、と確信をつく質問を浴びせます。するとイッチはまだ悩んでると言って、依頼主である調査団の頼みを受け入れるのか、それとも歓迎してくれた集落のために断るのかを決めかねている様子。そのためイッチはとりあえず考えさせてくださいとだけ調査団に伝え、集落に帰ってきたのだそうです。そんなイッチに対しあるスレミンが、お前はタカヒトやハヤトを裏切るつもりか、などと言って、自分は赤の他人のくせしてイッチに酷な質問を浴びせます。しかしイッチは、調査団の頼みを受け入れれば報酬が跳ね上がるんだ、と言って結局金に釣られているという現状を明かしました。またイッチは、報酬が上がれば今回もお前らに天気腐敗布できるんだよな、
などと言って、スレミンたちの後押しをワンチャン期待している模様。すると先ほどイッチに酷な質問を浴びせたスレミンが現れ、集落を捨てなければ災いが起こるであろうって予言すればいいなどと言って、誰もが見逃すほどの速さで手のひらを返します。しかしまだ迷っている様子のイッチは、とりあえず今日も夕食会に誘われてるから行ってくると言って、一旦スレから離れていくのでした。そしてイッチ不在のスレでは、どうやって集落の皆さんを追い出すかの作戦会議が開かれ、すっかり天岐阜に釣られたスレミンたちによる鬼畜のアイデアが次々と投下されます。そんなスレミンたちが時間を忘れて盛り上がっていると、夕食を終えたイッチがスレに戻ってきて、聞いてもいないのに本日の御神様などと言って、すっかり調子こきながら語り始めました。なんでもイッチは今日も村人たちから御神様として予言をせがまれたそうです。そこでイッチは、もうすぐこの集落ともお別れなんだなという、単なる自分の気持ちを三つお風に決めてきたとのこと。ところがイッチの言葉を予言として捉えてしまう集落の人々は、何かこの先よからぬことが起きるのかと心配し始めてしまったそうで、イッチはその場の空気に耐えられなくなって部屋に戻ってきたのだと言います。するとスレミンたちは、結果オーライじゃねえかと言って、まだイッチが迷っているにもかかわらず、すでに集落を調査団に売る気満々な模様。さらに自分たちが考えた御神様の予言をイッチに聞かせ始め、どれで行くなどと言い出し始めました。ところがイッチもイッチで、こんなくだらない言い伝えがある集落から皆さんを解放してあげようなどと言い訳じみたことを言いつつ、どうやら調査団の報酬に気持ちが傾いている様子。こうしてイッチは明日の最終日に御神様として最後の予言をすると宣言して、スレを去っていきました。そして迎えた翌日の夜、イッチはスレに現れると、予言してきたでとスレミンたちに報告します。すると待ちくたびれていたスレミンたちが、なんて言ってきたんだと次々にイッチに迫り始めました。そんなスレミンたちを一旦制したイッチは、ちょっと中途半端だったかななどと何やら反省した様子で語り始めます。そうして明らかになったイッチの最後の予言は、もう私のようなものは二度と現れない、今後は外部のものを受け入れて暮らしなさいというものでした。そのイッチの話を聞いたスレミンたちは、なんやそれと言って拍子抜けした様子。しかしイッチは、どうしても集落を捨てろとは言えなかったと言って、これは最後まで悩んだ結果だったと説明します。そんなイッチの思惑は、最初に私はもう二度と現れないということで集落の人々を御神様の言い伝えから解放することにあり、さらに外部のものを受け入れろということでメガソーラー計画を受け入れさせるという一石二鳥の意味があったようです。そしてイッチは、これでウィンウィンやろとドヤ顔でスレミンたちに問いかけます。しかしスレミンたちは、結局お前に都合がいいだけだと言って、自分たちはイッチの決めた予言よりもひどいものを用意していたくせにイッチを責め立てるのでした。それでもすでに予言をしてしまったイッチは、もう後戻りできないなどと御神様気分で自分に酔いしれている模様。また明日報酬を受け取ったら久々の天岐阜抽選会やでと言って、すっかりスレミンたちの扱いに手慣れてきたイッチはスレを後にします。そしてイッチのいなくなった後のスレでは、スレミンたちが結局吉田は何があっても金を取るという心理にたどり着き、ゲニゼバイッチへの悪口大会が始まるのでした。ところが翌日の朝、イッチがスレに現れ、集落のみんながいなくなったと慌てた様子で報告します。なんでもイッチは集落を出る前に
村人たちに最後の挨拶を済ませようとしたのですが、集落はもぬけの殻で一っ子一人いなかったのだそうです。するとスレミンたちは、お前が変な予言したからみんな集落から出て行ったんじゃないかと言って、すべてをイッチのせいにしようとします。しかし他のスレミンが、それにしても村人たちフットワーク軽すぎだなと言って、たったの1日で集落を捨てて全員が出ていくというありえない状況を受け入れがたい様子。そして当のイッチはすでに村人への挨拶は諦めたらしく、もう荷物まとめたら帰るわと投稿しますが、その後すぐに、なんか山の方で煙が上がっていると報告しました。それはイッチ曰く、のろしのように見えるそうで、イッチは、もしかしたら集落のみんなが俺を呼んでるのかもと言うと、行ったことある方角だから様子見てくるかと投稿します。そしてイッチはのろしの方に向かいながら、タカヒトとチョウトンボ探しに行った時の道だなこれとスレミンたちに実況を始めました。またイッチは以前タカヒトとこの道を歩いた時のことを思い出し、何やら感慨深げに、やっぱこの集落好きだわなどと柄にもないことを言い始めます。しかしスレミンたちからは、だが貴様はその集落の皆さんを裏切ったや、金のために仲間を売ったという容赦のない言葉が飛び交うのでした。それからイッチが歩き始めてしばらく経った頃、なんか集落のみんなが集まってるとイッチが嬉しそうに報告します。そしてイッチがたどり着いた場所は、以前チョウトンボを探しに沼に行く途中で見かけた調査員が亡くなったというあの崖でした。またそこに集まっていた村人たちは、みんな笑顔でイッチを迎えてくれたそうで、そこでイッチは、最後のサプライズかなと嬉しそうに言います。そんなイッチの報告を聞いたスレミンたちは、人間らしい心などどこにも持ち合わせていないくせに、いい人たちだなと言うと、最後のサプライズを動画で実況してくれとイッチにお願いしました。するとイッチはスレミンたちのお願いを承諾します。そして村人たちの笑顔を見て、調査団側についたことに少し罪悪感を感じ始めたイッチは、ちょっと挨拶がてら謝ってくるわと言ってスレを離れていきました。ところが待てど暮らせど、イッチの実況が始まらないどころか、イッチがスレに戻ることはありませんでした。そして取り残されたスレミンたちは、いよいよイッチのことが心配になってきたようです。するとここで一人のスレミンが、なんで調査員が亡くなった場所にわざわざのろしを上げてイッチを誘ったんだと疑問を口にします。その疑問に対し他のスレミンたちも、やっぱり調査員を殺したのは村人たちで、イッチも崖から落とされたんじゃないかと言い出し、スレナイは一時パニック状態に陥りました。しかしここで突然イッチがスレに帰還します。そしてイッチはなんとか逃げ切ったという言葉とともに一本の動画をアップしました。そのアップされた動画は、イッチが村人たちの顔が映らないように配慮しながら撮影したことを伺わせる足元だけが映った映像でした。ところが動画には、御鏡様、あなたは役目を終えました、黄泉にお帰りください、いや、御鏡様、あなたはすでに死んでいます、黄泉にお帰りくださいという複数人の声が記憶されていたのです。そして動画の続きでは、村人に近づいたイッチの手を何者かが掴んだ様子が収められていました。さらに次の瞬間、イッチが必死にその手を振り払って逃げ出したようで、動画は山道を走るブレブレの映像で途切れているのでした。こうして動画を見終わったスレミンたちは、
何があったとイッチに聞きながらも、嫁にお帰りくださいというパワーワードにすっかり怯えている模様。そして当のイッチもスレミンたちに対して何が起きたかわからないと言って、まだ気が動転している様子。またイッチは意味がわからないからありのまま伝えると告げると、自分の身に起きた事柄について語り始めます。イッチが言うには、笑顔の村人たちは皆が黄泉にお帰りくださいと言いながら笑顔でイッチの方を見てきたそうで、何のことだか意味がわからなかったイッチが村人に近づいたところ、突然その手をつかまれたのだとか。しかしただならぬ様子を感じ取っていたイッチは村人の手を振り払うと、一目散に逃げ出してなんとか集落の外にある道路までたどり着いたとのこと。その後イッチはタクシーを拾って福島駅まで帰ってくると、やっと安心したようでこの動画をアップしたのだそうです。しかしイッチは逃げる途中ずっと背後で黄泉にお帰りくださいって声が聞こえていたと言います。そんなイッチの一連の報告を聞いたスレミンたちはあまりの怖さに悲鳴を上げ始めました。またあるスレミンは、黄泉にお帰りくださいってことは死ねってことだよなと言うと、やっぱり調査員の人は事故じゃなくて村人に殺されたのではと恐ろしいことを口にするのでした。するとここで一人のスレミンが、福島のど田舎育ちのばあちゃんと今同居してるんだけど、ばあちゃんに三日神様のこと聞いてみたら知ってたと言って登場したことで、このスレは急展開を迎えます。そしてこのスレミンは、ばあちゃんが話してくれたことをメモったからそのまま投稿するぞと言って語り始めました。こうしてスレに投稿されたおばあちゃんの話では、三日神様について、あれは江戸時代に東北を中心に起きた大飢饉の時に生まれた話だと書かれています。そしてその話が今も形を少しずつ変えながら各地の集落に残っているようで、当初は飢饉の中で食べ物を奪い合う集落間での争いが起きた時に、捕虜として捕らえられた人間のことを三日神様と呼んでいたとのこと。そう呼ばれるようになった理由は、飢饉の中で誰もが飢えに苦しんでいた時、その捕虜が数日後には村人たちに食べられてしまったことに関係しているそうです。何でも捕虜は3日目までは交渉の材料にされるが、役に立たないと判断されると4日目に食料として村人たちに食べられてしまったと言います。しかし人間を食べるということにはさすがに罪悪感があり、子供たちにも何と説明したらよいのか困った当時の大人たちは、一度は死んだ敵の人間が蘇り、3日間だけ敵集落の情報を話すが、4日目には生前の記憶を取り戻して村に害をもたらすので黄泉に返さなければならないという作り話を生み出したのだそうです。それには一度死んでいる人間を本来の場所に戻すだけという苦しい言い訳の意味もあったといいます。こうして集落での捕虜は3日の間だけ村のために予言するものとして三日神様と呼ばれたらしく、その後本院脱落して三日神様と呼ばれるようになったのだとか。そして捕虜が捕まっている間は村人たちの情が映らないように、なるべく関わりを持たないようにしたらしく、それが転じて今現在、三日神様は自分が死んだことに気がついていないから周りも知らないふりをするという慣習が出来上がったという経緯が語られるのでした。するとスレミンたちは、やっと三日神様の由来が分かったなと言って納得すると同時に、集落に代々伝わる言い伝えが現在の住人にも大きな影響を与えていることに恐怖します。またイッチも、俺が4日目の今日突然みんなに襲われたことにも説明がつくなと言って納得した様子。しかしその後イッチは
俺は集落で歓迎されたけど、それは三日神様として3日間限定の歓迎だったんだな、と少し悲しげにつぶやきました。ところがここであるスレミンが、メガソーラーの調査団はもしかしてこの話を知ってたんじゃないか、と言い出します。というのも、イッチを三日神様に仕立て上げて村人を説得するこの方法は、現代社会においては公害されれば炎上覚悟のギャンブルだ、とこのスレミンは言うのです。しかし村人たちが4日目に必ずイッチの命を狙うと分かっていれば、村人の説得に成功した上に情報を握っているイッチを始末できて一石二鳥の状況が生まれるのだと言います。するとそのことを聞いたイッチは、どうせ報酬をもらうために明日相手の会社に行くことになっているからその時に問い詰める、といつになく激怒の様子。しかしスレミンたちはそんなイッチに対し、そもそもお前が生きて戻ることを向こうは想定してないんだから、ちゃんと報酬が支払われるかどうかわからんぞ、と言ってイッチの不安を煽るのでした。そして翌日の夜、スレに現れたイッチは、結果から言うと報酬はきちんと支払われた、とスレミンたちに報告しました。しかしイッチは報酬を受け取るときに、自分が三日神様に仕立て上げられて利用された疑いがあると訴えたらしいのですが、イッチの対応をした企業の社員は、少しお疲れのようですね、などと言ってイッチを完全にあたおか扱いしたと言います。そしてスレ内では、証拠もないし報酬は支払われたんだから訴えようもないと諦めムードが漂い、中小企業の闇が露呈し、スレミンの絶叫とともにこのスレは収束していくのでした。視聴者の皆さんも、頑張ればチー牛様になれる日が来るかもしれませんね。継続は力なりやで。次回の動画も楽しみにしろください。